皆さんこんにちは。ハッピンクアイドルのピンクのユージです。普段ハッピンクなものやハッピンクなことにしか目がいかない僕ですけども、世の中には小さなハッピンクがたくさんあると思います。はい、その小さなハッピンクを見つけるお散歩をしたいと思います。はい、こちら東松島市のキャラクター小野くんと一緒に行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。ハッピンク一つ目。はい、こちら駐輪場で撮影しております。はい、じゃあね、駐輪場も、まあ、自転車に乗る皆さんなら分かると思うんですけども、非常に大事です。はい、まあ、これがないとどこに自転車止めていいかね、そこもあるので、はい、これも大切なハッピンクだと思います。ハッピンク一つ目。じゃあ見つけたった、もう一つハッピンク。はい、ですけど、これも非常に大事です。まあ、今日みたいな天気がいい日はね、まあ、全然あれですけど、雨の日とかこう券売機があるので、ここでお金出したりするとき結構売れちゃうので、ちょっと屋根も非常に大事なハッピンクだと思います。ハッピンク2つ目。いっぱいありますね、ハッピンクが。駐輪場だけでもね、探したら多分もっといっぱいたくさんあると思います。だけどここで落ちるとあれなので進みたいと思います。はい、外出ましたか。ピーンク3つ目。はい、こんな感じで、自転車は駐輪場以外には止めて、まあ、いけませんよという案内板もあります。これもハッピンクだと思います。ハッピーンク3つ目ありました。ハッピーンク4つ目。見えますかね。見えました。ちょっと分かりにくいんですけど、なんだろうこれ。オブジェです。分からないですけど、これですごい街の雰囲気をすごく良くしていると思うので、ちょっと屋根がお城とかの屋根の形になっているので、すごく、まあ、お城とか好きな人は非常にテンション上がるんじゃないかと思います。ハッピンク4つ目見つけました。ハッピーン。はい、はい、これで遮ってる、はい、車とか入れないようにして校舎の安全を守ってくれてると思います。これもハッピンクだと思います。ハッピーン5個目。いやー、小野くんハッピンク世の中多いね。はい、小野くんはね、たくさんの里親さんに愛されて、小野くんもハッピンクだよね。小野くんもハッピンクだと思います。皆さん本当に小野くんをいつも応援していただいてありがとうございます。はい、毎回恒例かもしれないですけど、はい、自動販売機です。はい、はい、こちら安い100円コーナーもあります。これも夏には欠かせないハッピングだと思います。街のいろんなところにあるので、本当に暑い日は助かります。ハッピーク6個目。はい、7個目ハッピーク見つけました。はい、はい、ここはですね、自転車が通るレーンっていうのかな、はい、あって、歩行者と自転車と車がちゃんと分かれているので、非常に安全を守れるハッピンクだと思います。ハッピンク6個目。6個目ね。はい、ちょっと忘れたけど、はい、ロックありましょう。ハッピンク7個目。はい、はい、郵便ポストです。はい、こちらね、まあ、わかると思うんだけども、こちらで、手紙とかハガキを出して、いろんなところに届けてくれる大事なハッピンクだと思います。ハッピンク7個目ありました。ハッピンク8個目。はい、はい、こちら案内板です。はい、案内板も非常に大事なハッピンクだと思います。ここは、はい、青葉通りです。はい、初めて来た人でもここどこか分かると思うので、これでハッピンクだと思います。ハッピンク8個目。
ているので、皆さんにもこのハッピーインクを見つける散歩おすすめです。終わりました。ハッピーインク。はい、こちら欅並木です。はい、こちらでね、たくさんのパワーをもらえると思うので、天気がいい日は、今日ちょっと曇りなんですけど、天気がいい日はすごく気持ちいいので、これも十分ハッピーインクだと思います。ハッピーインク1個目、あと1つかな。ありました、ハッピーインク1個目。こういうさりげなくやる、なんだろう、座るベンチ、はい、これもちょっとね、荷物置いたり、ちょっと疲れた時、一休みするのに非常にありがたいと思うので、ハッピーインク1個目。とかもなんですけど、すごい生命力を感じるので、一生懸命ね、雑草も生きてるので、これも見てるだけでハッピーインクもらえるし、パワーももらえると思います。はい、今日もハッピーインク10個見つけました。はい、まだまだですね、コロナとかで大変な思いとかしてる人いるかもしれないですけど、世の中には小さなハッピークがたくさんあると思うので、小さなハッピークを見つけて、大きなハッピークになって、ちょっとでもね、癒されたり、ハッピークな毎日を過ごしてもらえたら、もう嬉しいです。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。ではまた。小野くん、今日もありがとうね。はい。